共依存、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 共死癖、共死癖、CO アディクションとは、自分と特定の相手が、その関係性に過剰に依存しており、その人間関係に囚われている関係への、死癖状態アディクションを指す。すなわち、人生は、介護することへの愛情イコール依存、愛情という名の支配イコール自己満足である。教依存者は、相手から依存されることに無意識のうちに、 自己の存在が値み出し、そして相手をコントロールし自分の望む行動を取らせることで、自身の心の平穏を保とうとする。共依存という概念は、医療に由来するものではなく、看護現場サイドから生まれた。共依存と呼ばれる前は、アルコール依存症の家族と呼ばれ、当初はアルコール依存症患者との関係に束された結果、自分の人生を台無しにされてしまっている。 人々の特徴を説明するために使われていた。アルコール依存症患者を世話、介護する家族らは患者自身に依存し、また患者も介護する家族に依存しているような状態が見受けられることが、以前より経験則的にコメディカルらによって語られていたからである。共依存にある状況では、依存症患者がパートナーに依存し、またパートナーも患者のケアに依存するために、 その環境、人間関係が持続すると言われている。典型例としては、アルコール依存の夫は妻に多くの迷惑をかけるが、同時に妻は、夫の飲酒問題の尻拭いに、自分の価値を見出しているような状態である。こういった、共依存者は一見献身的、自己犠牲的に見えるが、しかし実際には患者を回復させるような活動を、拒み、イネーブリング、 結果として患者が自立する機会を阻害しているという自己中性を秘めている。共依存者の多くはお互いの依存を健全なる愛や支援などと捉えて判断するものがあるが、この概念が覆るとき、両者は苦痛や疲労や無力感などを背負う。また他者より共依存という関係を否定されたり責められると、強烈な自己否定感から精神的安堵を求め、 さらに強い強依存の関係を求めやすく、その行動や言動を改善することとは逆に、強依存であることを煽る場合もあり、最悪の場合は自殺する者もいる。そのため治療の場においては、第三者の適切で繊細な支援やケア、または、強依存の歪みの克服をする機会でもあり、それまで学ばなかったことを新たに学び終えるための心理教育などが必要となる。これは、 アルコール依存症だけではなく、ギャンブル依存症の家族、ドメスティックバイオレンス、DV 虐待、機能不全家族などにも見られる現象であると言われている。単に、アルコール依存症患者家族との関係だけでなく、ある人間関係にとらわれ、経済的、精神的、身体的に逃れられない状態にあるものとしての定義が受け入れられている。 暴力を振るう夫とそれに耐える妻の d v 関係、ギャンブル、アルコール依存者の求める欲求、借金を本人に代わり穴埋めする家族、存在価値や承認欲求を満たすために支配的となる親と、生きくな愛情を受けたい子供の親子関係が逆転すること、家庭以外になると相手から、自身の存在価値や承認欲求を認められたいために依存と愛の区別がつかないことで、 愛されることが目的となっている恋愛関係などがある。この観点から自立できない子供のパーソナリティ障害、恋愛における自己愛的な障害にまで共依存の概念が検討され、使用されるようになっている。共依存関係は一見すると献身的に見え、共依存者は、だって私が見捨てたらあなたは生きていけないなどの発言をすることが多い。行き過ぎて、 自身以外の他人の世話をすることは、結果として、当人や、双方の能力を奪い、無力化し、その人の生殺予奪を自分次第とする支配になり得る。愛情という名に、完璧に支配しているという快感を得たいという、エゴイズムが隠されている。人のために尽くすことは一見すると良いこととして、捉えがちであるが、 家庭内に問題があっても外の世で他者の生活などを支援する、手伝うという場面において本人が必死になればできるはずの能力も奪う結果になり健康的な依存から共依存の関係に成立しやすい。教依存という概念は正しく使えば他者と自己との分離、精神的な自立に役立つ。しかし、共依存に対する誤った認識を持つと 自分が共依存であるからいけないんだという考えにより、自ら追い込む、可能性があり、注意が必要である。そもそも人間関係において、誰かに依存するということは、病理とは認定されておらず、あくまでも当事者自身が関係に苦痛を感じている、ことが問題とさる。共依存者には、以下の特徴が見られる。共依存の二人は、次回の未熟な人間が多いと言われたり、 パーソナリティ障害であるケースが多いと言われているが、これはアルコール依存症やアダルトチルドレン、それにパーソナリティ障害の精神病理から導かれたところが多い。その理由として、共依存者も非強依存者も他者の価値に依存する傾向が多いということが言われている。例えば、アルコール依存症の家族では患者のアルコール依存を認めるような家族の傾向が 認められ、それが患者のアルコール飲酒をさらに深めるイネーブリング。共依存者パートナーはアルコール依存者が依存のただ中にあるときは精力的で強力であるが患者がアルコールから回復すると逆に抑うつ状態に陥ったりする。またアダルトチルドレンにおいては両親が自分の評価のために子供を利用し、 そのため子供は大人になっても、両親からの自立に困難が生じるようになり、自分自身の力のみで自立ができないのである。また、パーソナリティ障害においては、そもそもの親が子供に依存的なケースであることが多い。アダルトチルドレンと同様、大人になると、子供は他者に依存して、その他者に自分の要望を過度に期待するケースが見られる。今依存の問題点は、 非教依存者が回復する機会を失うことだけでなく、共依存に巻き込まれた者がストレスを抱え込み、精神的な異常を訴えたり、さらには関係性に悩み、自殺する場合もある。よって、共依存を引き起こさないためには、医療関係者、専門家、援助者が、共依存を引き起こす者と接する場合には一定の距離をとり、個人的な関係にならないことが必要である。 共依存になる環境は、アルコール依存症のある家族の中のみならず、精神障害、知的発達障害、薬物依存症、機能不全家族、ネグレクトや虐待のある家庭で育った子供にも、共依存の概念を、親や周囲環境の人間関係から受け継がれ、生涯にわたり、持ちやすく、環境要因から与えられたしつけが生きにくさとして、親や、 周囲の人物と同じ人生を生きやすく、二次障害を持つことがある。共依存傾向を持つ者は、対人援助職に就くことが多い。看護、介護の現場においては、世話をされる者、患者との関係で、強者、ケア提供者、弱者、患者の関係が発生する。その職務の遂行において、患者に対する共依存的行動が発揮されてしまうことがある。これは、 ケア提供者の自己評価の低さを補うため、他者への世話を焼くことで他者からの評価を求め、ケアが必要な人や、非介護者に対して無意識に献身的に世話を焼き、満足感を得ようとする、といったことにつながってしまい、患者に害を与えかねない。また、してやったという思念を持っている医療者、看護職、介護職にも持ち合わせやすい。この場合は、自身の発言に、自信や、 勇気などが欠如している場合でも一認証では話せないこともある。共依存は家族、職場、友人など様々な関係において確認され、ロマンチック、対等、コミュニティ関係などで見られる。彼らは責任という鏡に映った自分を愛するもの、ナルシシズムである。この関係における共依存者の目的はパートナーの欲求を実現させるために極端な 自己犠牲を行うことである。共依存関係は不健康な関係であり、本人だけでは自立性や自給自足を獲得することできず、自分の充足を果たすことを最愛のパートナーに依存している。無意識に自分よりも他人の人生を優先しているのは多くの場合では自分の価値を他人に依存しているのであり、それは誤った考えである。特に問題となるペアには、 以下が挙げられる。機能不全過程で育った子供は、両親の欲求、感情を汲み取ることを学ぶために、親子関係の役割が通常とは逆転してしまう。育児において養育者は、ある種の自己犠牲奉仕が必要であり、子供の欲求に応える必要があるのだが、しかし養育者の自己奉仕精神が不健全、破壊的なレベルに達していると、その親子の関係は、共依存関係となってしまう。 一般的に子供の感情的、身体的な欲求を汲み取って世話する親は良い養育者とされるが、強依存の親が行う世話は効果性に乏しかったり有害であったりする。子供のニーズを汲み取ることは必要であるのだが、それは子供の成長において一定期間のみであり、強依存の親はそれを継続してしまう。その一方で自己中心的な教依存の親も多くおり、 それらは、子供の感情やニーズを無視し、虐待し、恥ずかしめ、共依存に至らしめる。共依存関係が治療されないと、さらなる深刻な問題を招き、それには、アルコール依存症、薬物依存症、接触障害、性依存症、心身問題、自己破壊行動、自己敗北性パーソナリティ障害などが挙げられる。共依存者は、アグレッシブな人々や、 さらにストレスフルな仕事、関係に引き付けられる傾向があり、将来さらなる問題を起こすことが多く、医療が必要であっても自ら受診することは少なく、キャンペーンを行っても反応せず、また非共依存よりも所得が低い傾向がある。共存者の社会が安全でないという認識は、社交不安障害などに発展することがあり、例えば社会恐怖、回避性パーソナリティ障害、 苦痛的な人見知りが挙げられる。他ストレス関連する障害もあり、例えばパニック障害、大鬱病、心的外傷後ストレス障害が挙げられる。共依存関係は、機能不全家族などで育った人々が陥りやすく、ま、た医療者と患者といった関係においても出現する。また、自分自身は健全であると思っていても、他者を操作する。 非共依存者との共依存関係を改善させるのは、容易ではない。よって、専門家のアドバイスを受けるのが望ましい。すべての専門家が同意する、標準的な治療手法はない。共依存からの回復のための手法には、様々なものがある。認知行動的な心理療法が選ばれることもあれば、抑鬱症状に対して、薬物療法が選ばれることもある。 共依存関係に陥っている場合、当事者は、共依存関係について自ら判断するのではなく、第三者である専門家を交えて、共依存について対処が望まれる。対策は、アルコール依存症や、アダルトチルドレン、それに、パーソナリティ障害などの対策と重なるところがある。正確には、共依存への対策は存在せず、それから派生する。 精神病理への対策が行われる。ただし、その依存性の問題を正面から取り組む場合には、個別のいくつかの対策がカウンセリングなどを通して行われる場合がある。集団精神療法、自助グループなども活用できる、などの自助グループは、アルコホリックスアノニマスが開発した12ステップのプログラムをベースとしている。また共依存を対象とした多くのセルフヘルプ書籍が、 共依存者については何が最善の結果なのか自らが本来の援助の目的と異なった依存関係を必要としていないか依存関係が自らの生きる目的となっていないかを再確認する必要があるイネブラーの立場から不りパートナーに暴力を振るわれたら家を出る警察に通報するといった態度も必要である共依存の原因となるパートナー 卑怯依存者への対応としては、一定の距離を置きながら援助される。卑怯依存者は、援助が少ないことに見捨てられた気持ちを抱く、可能性もあるが、自分の人生は、自分で切り開いていくしかないと気づかせることが、結果として、卑怯依存者の回復につながる、底つき、直面化。卑怯依存者は、支援を受けることに感謝し、関係者を操作することなく、 自分自身の置かれている境遇を受け入れることが回復の第一歩である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。